げえ、やばい、超でかい、うん、ジャニーズジュニアになれますように。今からジュニア始めるんですか？これからジュニアね、うん、これからジャニーズジュニア、はい、あの姉が勝手に応募したっていう設定でいこうかな、はい、うん、まあバク転できるし入れるかな。ちょっと後ろでじゃあ踊ってる T さんを見れる日も近い。いやすぐ前行っちゃうよ。それダメじゃないの？すぐユニット組まれちゃうよ多分。たまにエッチなこと考えるの犯罪？犯罪じゃないよね。今ね犯罪者の香りを出してます。ギルティー。たまに考える程度だとまあギルティーですね。あ、なんかあるよ。あ、よく入っていった黒い人がいる。この一番右のバリアーノ、バリアーノさん、その話は置いといてっていうポーズしてない。その話は置いといてのポーズしてる。これ編集向こう手形持ってないで帰ってきたもんって。よく帰る。いくよ。コロを詰める。いや素晴らしい。ジャケットなんか待ち受けにしたい。つなげようよ。クオリティ高い。無駄にクオリティが高い。ラフウェイ。はい、じゃあ落ちるかもしれないよ。落ちるかもしれないよ。大丈夫大丈夫。みんなちゃんと掴んでた方がいいよ。難しいね。じゃあ俺こうだわ。ここら辺でちょお茶してるから行ってきな。こっからあれなの。行ってきな。すげえ階段登れてる。みんな見たいんでしょ。俺あの大丈夫だから。ここら辺で待ってるから。いるよね、ああいう走ってくやつ。もうちょっと休みしていこう。ここでお茶してるから行ってきな。みんな行ってきな。めっちゃいけるだよ。これはいいな。これはいいわ。よっしゃ着いた。呼吸を全く乱さないで登ってきました。階段。いやなんだこれ、なんだこの階段の、うわ、真っ赤、この階段の感じが。これすごいですね。エロすごいな、これすごいな。確かに見渡せますね。エロいな、これエロいね。あのこんち、あのこんち、みーちゃんすごい、これはすげえや。エクストリームなところから毛が生えてるよ。いや、思ってもなかった。新しい、うん、時代っていうのは意外と早くね、こういう。これ斉藤さん、見てよこれ、すげえエクストリームな場所から毛生やしてない。嘘、ほっぺじゃん、ほっぺ。あ、でも間違いないな、こっちの面もそうだし、うん、これ痛い、痛いよ、トゲトゲが。こんなのお尻下がれたら大変だね。イボイボがこんなアタチックっぽい武器あるの？そうだね、おれおれーっつって。すごいよこれ。うわ、思ってたのよりでかいな。こっち、おい、ジャンプして手にも乗ります。皆様ちょっと先に行きましょうか。かわいい、先配ります。すげえかわいいですね。いやー、実はですね、普段はリンゴが好きなんですけどね。ムツゴロウさん、チューチューしたくなっちゃうな。この中にね、今ね、ピーナッツ投げたんですよ。で、今リス出てきますか、まもなく。ほら、いいよ、ごはんだよ。はい、リス待ちです。これね、まもなくね、はい、うん、これ今ね、これね、一回ね、ピーナッツをね、こう投げるんですよ、これ。ほら、こうやって。これ、臆病なリスですからね、この子。あ、違うところから来ちゃった。うん、肩に、あれ、そういうキャラクターみたいなゴリラ。おお。
風の谷のゴリしかほら風の谷のどんな仲間がいますか。山嵐山嵐しゅうちゃんにはどんな仲間がいるんですか。僕の仲間はここにここにいるみんな。そいつはそいつはなんでなんでリスクがそっちに行ったの。武藤刑事さん。武藤刑事あー、ルシのおぐんだ。ひそいつはひそいつはひそいつはアリス可愛かったね。あれがネズミの仲間だと思うといきなりね。こちらですね。はい。あー、いい写真だな。いい写真だな。1枚。あ、これはちょっと。あ、ほら。あー、そうだ。あらららら。今の一番面白い。あらららら。お父さん、いいよ。さらに神うどん。うわー、大変なことになってるね。だから撮影チャンス。あー、大変なことになってるね。大変だね。大変なことになってるね。あらららら。コーチン やばいね。旗が立ってます。ウィンプにかけてシュリンプ。シュリンプ。うまさだって。ヒレの強さと。ね。夢で子供の夢が詰まってますね。そうだね。ハンバーグにエビフライ。うん。うん、バックオのやんちゃさが出てます。すごいね。今回バーガーを作っていただいた小川さんです。これでも完璧ですよ。喜びますよ。ハンバーガーの中から。ハンバーガーの渋谷ハンバーガーの父小川さん。渋谷ね。まあ、完璧ですからね。うま。シュさんどうですか。うま。自宅よりめっちゃうまくなってる。やばいわ。まあ、さっぱりしてます。思ったよりも。すごい。すごいな。アメリカみたいな。うまっ。誰考えたのか。誰考えたのか。僕でーす。僕でーす。隣にいた。うまっ。つがりの裏側に弱さを隠してた。逃げないよ、これからは。もう一度あの空へ。Yeah!